今回紹介するのは、走れ、ディーゼル機感謝デーデという本です。目頭が熱くなる作品です。 震災直後はすぐに復旧するだろうと思われたものがなかなか回復せずガソリンスタンドには連日長蛇の列そんな中一尾でも早く被災地に物資を届けようと全国の鉄道マンが知恵を結集させて雪に強いディーゼル機関車 DD51 を用意して新潟経由磐越再線ルートで郡山にガソリンを届けようと奮闘する予想されるのは上り坂 でのスリップ雨が雪に変わり、上り坂は困難になるのは必至。中山峠付近でやはり機関車はスリップを起こしたち往生数時間後、救援車 DE10 が到着。無事、 峠を越えて3時間遅れで氷山に到着。多くの人に支えられて被災地に物資は到着した。あの日待ちわびた物資は本当に多くの人に支えられて氷山に到着。大人は目頭を熱くさせて共感し、子供は鉄道に憧れるでしょう。あの日の出来事はいつまでも忘れることなく語り継ぐ必要があります。いつものことは多くの人に支えられていること。 を改めて考えさせてくれます以上興味のある方は実際の商品を amazon などでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったらチャンネル登録をお願いいたします